えどうも今日はよくおいでいただいてありがとうございます。多分あの、えー、まあに10年後とか20年後に美術史のあの教科書が書かれるときには今日のことはきっと記念すべき日として登場すると思います。あの例えば新しい芸術のジャンルや、えー、潮流が発生したとき、それにどうやって名前をつけるかというのは非常に重要な。 問題になります、ね、で、えー、例えばこの新しく登場したものは何とも言いようがないものでどう意味づけていいか分からないという時きまずそれに名前を付けるということが非常に重要なことで、えー、例えば「フォービズム」っていう名前が付くとあの一つの,あの何か特有の,この本質を持ったものが実在するようになるわけですね。で今日は、R、イマキュレという 名前が生まれたといいますか皆様の前でこのジャンルはアール・イ・マキュレと呼ぼうというそういう記念すべき日になると思います。あのもちろんこの言葉は僕らが作ったわけじゃないんですがダウン症の方たちの芸術アート活動っていうものを本質を一言で言い表す言葉は何かなと探しし 求めていたときにまあ出会った言葉ということになりますねイマキュレという言葉はインマキュレという言葉はこれは宗教の言葉ですキリスト教の言葉ですね、えー、無垢なものとか汚れがないものあのマリア様あなんかをやっぱりイマキュレというふうに呼んでますあのアメリカの歌手のマドンナなんかもインマキュレーというレコード出しているぐらいですから、えー、これは宗教の言葉に関係がありますけれども これは宗教とは関係なく人間の世界で,、えー、で人間の心が最も無垢な状態で現れた時何を作り出すのかということがこれはいつも、えー、人間の関心事だったわけですね古くはそれは宗教が、えー、の中で、えー、純粋なもの汚れのないものというのが主題になってきました。今度は、えーえー、近代になってきますと芸術の領域で、 えー、この概念は潜在的に常に不均一っていうことは問題になってたと思います。芸術アートの創造活動っていうのは本質において不均一なものを目指しています、えー。無垢なもの、現実の世界のさまざまな、えー、物思いから解き離れて人間の心が最も自由に活動を行うとき、何を色と形として作り出すだろうか。 とということが芸術の一つの主題としていつも流れ続けてますがその本質を一言で言うとやはり昔の宗教の言葉で「イマキュレ」って呼んだことが何か深いつながりがりあるように思われますでこの言葉を使ってこれからあの私たちは大きい一つの 動きを運動を作り出していきたいと考えています二年ほど前に、えー、このエレマンプレゼンというダウンショの方たちの絵画アトリエですねの方たちと知り合いになりましたもうこれは本当に偶然で、えー、最初にあの伊勢公園に行ったときにこのエレマンプレゼンの方にまずお会いしてそれからしばらくしたらその時は あの伊勢の方で活動を行っているお母さんの方に佐藤さんあとでまた登場してもらいますけども、えー、登場ししし、あのー、お会いししましたでそれからしばらくしたら長い手紙が送られてきまして、えー、それはなんかあの宮崎賢治の,あの「どんぐりと山猫」の手紙みたいな手紙でした。 あの「鉄砲持ってこないでください」みたいなあのすごくかわいい手紙で,、えー、でしたで自分たちがやってる活動とそれからあの僕がこれから始めようとしているような仕事に対する共感が書いてありましたそして早速聖路科病院の病棟ギャラリーで行われている、えー、男性の方たちの絵の展覧会に出かけていってそれが最初の出会いになりました。 その頃、僕は多摩美術大学の中に芸術人類学研究所というのを作ってさままざな活動を展開していこうとししていたた。時期で,したでこの研究所ではあの人間の心というものを、えーまあ、研究の主題でもあるしそれからそれがどういう方向へ向かっていく可能性を秘めてるか。 それを探り出すような実践的な活動をする場にしたいと考えていたわけです。えー、それは一つの危機感から発生しています。二十一世紀になって人間の心は皆が感じているようにどん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 悪くなっているように思われます。えー、あれほど豊かに新しいものを作り出していた人間の精神が思想の領域でも芸術の領域でもあまり えー、想像力に豊かのに富んだものを生み出せなくなってきたそれどころか芸術の様式というようなものも、えー、四分五裂に、えー、飛び散っていって、えー、芸術自体が、えー、一つの方向性を失っているように感じましたそれと同時に人間の心がどん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 悪くなっていってる。 かつての人間だったらこういうい行行動は行わなかっったろうううとということを平気でやるようになっているその原因はさまざまでしょうがまあ一番大きいものはこれは経済活動っていうのが関係していると思いますがそれによって、えー、人間の心っていうのがあれほど素晴らしいものを作り出していた人間が人類がこれから先それを果たしてそういうものに匹敵するものを作り出せるだろうか。 大変な危機感を持ちましたその時、えー、一つの希望の原理のようなものを僕は考古学から学びましたそれはどういうことかというと、えー、今この考古学の研究進んだ研究の中で、えー、人間の心というものをどういうふうに考えているかというと人間ホモ・サピエンスって呼ばれている人類は10万年ぐらい前にこの地球に出現しています。 でその時脳が異常に進化しましまたで。その進化の中から今の私たちの心と呼ばれているものが生まれたわけですがこのこ,この心を作り出した脳の構造もそれからそれによって生み出された人間の心というものの基本的な形も10万年前と変わっていないという、えー、考古学の研究です。え基本的に私たちはは、変わってないなんです。えそれは 10万年前にアフリカに出現してそれから世界中に広がっていって今日の文明を築いたそののの文明の元になったのは心ですあしかしこの心は変わっていないということは私たちは今でもこういう世界を作りこういう社会を作り、えー、こ,うこういう人生を送っているけれどもその大元になっている心というのは本質においては変わっていないんだということが、えー 考古学が教えていますこれは私たちに大変に希望を与えていると思います私たちの心は、えー、かつてあれほど美しく偉大なものを作り出していた人間たちと全く同じ心をまだ持っているということですもし同じ心を持っているとしたらそれは私たちがどんな時代にあったとしても 常に新しいそして豊かな創造性に富んだものを作り出す可能性を持っているということになると思いますそしてこういう,うまあ、希望の原理のようなものを根幹に据えて芸術人類学という名前をつけましたこれも名前でしたね、えー、芸術というのはあの今自由な活動を行うための本当に、えー、地 いいろんなものがが狭められていますがこの自由が活動できる非常に狭め,狭められた数少ない領域となっていますこの領域に、えー、自分の拠点を据えてそして人間がもう一度よみがえー、蘇ることが可能になるかもしれないそういう原理を探っていきたいという研究所を作ったわけですね。その時ダウの方たちの存在というのが非常に大きくクローズアップされてきました。 えー、それは、えー、芸術人理学の試みの中では人間の心というのが一番現象的で、えー、社会的社会現代の社会からの影響というものを、えー、受けにくいところで人間の心が裸の状態で一体何を作り出すだろうかということを見届けたいと思ったからですね。でそれを見届けるたためには私たちは私ちまず 一番えー、そのお大元へスーッと近づいていくやり方は人間の無意識が作り出す創造活動の痕跡を後を追ってみることです人間の無意識というのは心の中の深い部分にセットされていてあまり社会の影響を受けません。でそれがいつも私たちの心の中で活動を続けてますがこの芸術絵画活動というのはこの無意識と深いつながりを持ってそこから あの形や色を引き出し、紡ぎ出してくるものですから、ものです。ですから、私たちは、その無意識に直結した芸術というのを探しました。そうしますと、えー、美術史やの、まあ、本流と呼ばれているものよりも。むしろ、その周りの周辺的な、マージナルな、冒険的な。芸術の領域と呼ばれていたものの、領域の方に。 はるかに私たちの知りたいと思っていたことが、えー、知りたいと思ってきたことそしてそこから学んで、えー、私たちがこれから作り出そうとしている、えー、新しいまあ文化の運動というもののベースに据えるものとして何があるかというとそれは芸術の歴史の中でも政党的な流れではなくてその周辺部にえ配置されてき 置かれてきた芸術活動の中にむしろ人間の無意識の直接的な現れをたくさん発見することができるようになったわけですですから、えー、アールブリュットというふうな名をされた芸術のジャンルがありますこれは、えー、いわゆる統合出張所の人や、えー、自閉症のし、えー、人たちの行う芸術活動と呼ばれているものがありこれは大変 ユニークなしかも表現の達成度から言うと大変レベルの高いものを作り出しましたこれは十九世紀からヨーロッパの中でも注目を浴びていて芸術的創造と精神の病ということがヨーロッパでは大きな主題になりましたからその流れの中でアール,ルブルットという一つのジャンルがありましたこれはその近くにはナイーブアートとい 村、ねえー、の,のおばちゃんたちが刺し、えー、刺繍をしながら作るものもこれもナイーブ料金のアートになりますし、えー、店の看板のようなものもナイーブアートと呼ばれているものに入っていくでしょうこういうものも入っていくそれからプリミティブアートというのがありますねそれからそうしたものを全部ひっくるめて、えー、アール・ブリュットのようなもの それからナイブアートのものをひっくるめて英語の件の方ではアウトサイダーアートというような言い方をすることも人たちも流れもありましたしかし私が出会いエレマン・プレザンを通じて出会って知ったダウン症の人たちのアートというのはこうした分類のどれにもはまらないものに思われました。どれにもはまりまりせん アウトサイドアートこれはまあ芸術の潮流の本流に入らないものですから非常にこれは漠然として広い概念にあたる。これ収めても構いませんが、そばに例えばアールブリュットというようなものを置いてみると違いが歴然としてるんですね。アールブリュットの芸術にはまあ何て言いますか攻撃性や暴力性というのが いろんな形で現れています。ところが、ダンショの人たちの描いた絵の中には、攻撃性や暴力性というのが皆無なんです。少ないというんじゃないです。皆無なんです。原理的に存在していないんですね。二十世、十九世紀二十世,世紀のヨーロッパで発展した芸術の理論の中では、人間の狂気とか、えー、暴力性や攻撃性というのは ある一つの重要な要素として考えられていましたしかしそういう要素は全くありませんそして全体が調和に満ちて、えーえー、絵画全体から平和で穏やかな波動が私たちの元に放射されていきますこれは一つの違うジャンルとして確立しなければいけないし 私たちはこのジャンルの絵画から学ぶことによって人間の心のの心本質ととといいうものに深くく入っていくことができると僕は確信しましたでしたかももしも人類の心私たちの心の本質というのが戦争をしたり暴力性を持っていたり攻撃性に満ち満ちているこの社会を作っているこの私たちが心の最も奥底の部分で平和で 平穏で調和に満ちた何者かを持っているとしたらこれは私たちにとっては大変希望の原理になっていくと思います。えー、今日から「R.E. マキュレ」という言葉で、えー、この芸術活動を一つのジャンルとして確立していこうと思います。それは調和和と平,和平和に満ちた、えー、人間の 心の最も奥底の部分から湧き上がってくる芸術です、えー。ですから皆さんは今日は記念すべき日にお立ち会いになった、えー、ということを心に刻んでいただきたいとも思います。で、えー、今日はこれから僕や、えー、あのこの都美術館のあ現代美術館の長谷川裕子さんのキューレーターも 加えて僕らはあの芸術人入学研究所を一緒にやってますからそれからこのエレマン・プレザンダウン症の方たちのアートアトリエを長いこと実践されてきた方たちと一緒にこの「アル・イマーキュレ」というジャンルについて考えてみたいと思います。僕の話は挨拶はこれぐらいにしておきますじゃあ今度は佐藤さんとね。